はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。今ランドのエンポリアムに来てます。いよいよ始まりました、アナとエルサのフローズンファンタジー。こちらランドでもですね、大量のアナ雪グッズが出ていますので、早速皆さんに紹介していきたいと思います。はい、まずはおなじみのヌイバから紹介していきますよ。ヌイバですね、今回予想の斜め上行くデザインでちょっとびっくりですよ。絶対俺さ、アナ、エルサで、このオラフの3人は絶対にネイバーになるなと思ったら、全然違いました まさかのこのラインナップですよ。まあ、オラフは分かる。で、スベンですね。スベン、まあ分かる。まず、トロールね。これびっくり。そして、スノーギース。ちょっとびっくり。で、一番びっくりなのが、こちら、マシュマロウですね。これがヌイバーになるとはまさか誰も予想できなかった。なので、今回このイベントのですね、ヌイバーはですね、全5種類。もう一回いきますよ。マシュマロ。マシュマロっていうのは、エルサが雪の宮殿で召喚した雪のモンスターですね。はい、こちら。トロール、オラフ、スベン、スノーギースと、全5種類のヌイバーが出てます。こちらのヌイバーのお値段は、マシュマロウ、トロール、オラフ、スベン、この4つは1500円になります。で、こちらのスノーギースのみは900円ですね。これが900円で、残りの4種類が1500円です。個人的にはこのスベンが出来がいいですね。この表情もいいし、あとこの角もピーンと立ってて素晴らしいですね。ただね、スベンこんなあざといポーズしないだろうっていう、トナカイなのにね、上目遣いでこびてるしね、許せん、けしからんですね。はい、おすすめはこちらのスベンです。で、ヌイバの下にあるのが、こちらのオラフのぬいぐるみなんですけど、3200円なんですね。これはね、お腹にスノーギースがくっついてますね。すごい、これマグネットになって取れますよ。頭の後ろにマグネットがついてて、このお腹のところでくっつくんですね、これ。ほら、くっついた。あー、一見くっついてんだけどもね。取れるんですね。こうやっても取れたら取れたらなくそうですね。皆さん、これなくさないようにしてください。はい、くっつくタイプのぬいぐるみセットで3200円です。はい、こちらオラフのスマートフォンケースになります。 iPhone、Android 分かれていなくて、各種スマートフォン対応になってますね。両面テープとか、なんか吸盤でピタッとくっつけてスライドさせるタイプですね。裏は、裏見ると対応してるスマホのサイズが書いてます。こちら2900円になります。こちらストラップです。すごい、首がもげてるんですよ。すげえな。そして手がビヨーンって伸びて、こちらオラフが首を自分で持ち上げてるデザインですね。オラフならではですね。キモカワいいタイプです。こちら1000円なんですけど、これね、今分かったんだけど、これ動くんだね。ほら見て、ほらほら動いた、ほらくっついた。面白い。これ普通のタイプなんだけど、はい、せーの、ビュー。面白いね、オラフならではですよ。下にちゃっかりで、ね、スノーギースがくっついてるのもかわいいですね。はい、こちらオラフのストラップ1000円です。よくあるヘッドホンのやつはないですね。ツーウェイではありません。ワンウェイですね。なので、ストラップホールがないとつけられないタイプになってます。こちらはリール式イヤホンですね。珍しいね、これ公式のグッズでこんなん出るなんて。これは2600円、ちょっと高いかな。まあでも、まあ巻き取り式だからいいよね。で、マイクとかついてないのって、ハンズフリーの電話になるっていうわけではありませんので、ご注意ください。この真ん中のところにマイクがあると思ってよかったね。はい、こちら2600円、長さは70センチです。こちらバックチャームだって。これなんか光るのかなと思ったら、特にこれ光らないんだね。単なるチャーム。これで1200円だって。なんだこれ。あ、これ万華鏡だって。明るい場所で覗けない目を合わせ、くるくる回してください。ちょっと待って、これ、ほら、わかる？万華鏡なんだ。
万華鏡カレードスコープですね。え、ちょっと見てみよう、見てみますよ。面白い面白い、万華鏡でした。これみんな見れるかな、これちょっと見てみようか。いや、これ無理無理無理、すみません、無理でした。無理無理無理、皆さん実物見てください。はい、万華鏡バックチャーム1200円です。こちらストラップ5種類ありますね。5つ入って2400円です。かわいいね、オラフ、エルサ、アナ、エルサ、アナ、オラフ、オラフと。このアナ、オラフかわいいね、個人的にはこれがおすすめです。でこれもね、ヘッドホンとかないのでストラップホールがないと作られませんのでご注意ください。こちらはキーチェーンですね。ちょっとずっしりしてます。でちょっと上目使いのオラフがいますね。こちらは1200円ですね。ちょっと大きいので、ストラップとして使うにはちょっと大きいかもしれません。こちら1200円です。こちら何かと思ったらメモだって。メモの割には随分と、これ見て、厚いんだよ。でたっぷり紙が入ってるのかといえばそうでもなく、これどうなってんだのか。はい、裏はこうだって。使い方、メモを引き出します、ミシン目で切り離します、表面裏面。ああ、分かった。中にメモが、スノーキースがアコーディオン状に収納されてるんだね。でピラ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 ってこれ引っ張る感じなんだ。こちら600円ですね。軽いんでそんなにこれメモ入ってないよ。何枚入りだろうな、枚数は書いてないんですけど、そんなに入ってない感じなんで、皆さん買うときは注意してみてください。こういう風で引っ張って使うタイプのメモです。600円です。こちら3色タイプのボールペンですね。トップの部分にオラフがあります。こちらは980円ですね。3色はブラック、スカイブルー、ピンク。スカイブルーとピンクってのは違うんだよ。青と赤じゃダメなんだ。スカイブルーとピンクですよ。で908円です。こちらメモとマスキングテープのセットです。メモはこれ3種類かな、いや4種類、あ、3種類ですね。メモ3種類とマスキングテープ 5m がついて650円。うん、これもまあリーズナブルかな。こちらマグネット4種類ですね。マグネット4種類で1200円ですね。マグネットはオラフ、スノーギース、スベン、そしてマシュマロですね。雪のモンスター、いや雪のモンスターこれこんなマスコットになると夢にも思わなかったよ。もうこちら付箋セットになりますね。瓶に入ってるのかわいいね、面白い。こちらはセットで900円ですよ。珍しいよね、付箋セット瓶なんて。あ、でもこれ触ったら瓶じゃない、触るとへこむよこれ。なんだ、プラスチックじゃないかよ。900円。これ普通にさ紙に収めればいいのに、わざわざこんな瓶タイプにするって凝ってんだけど、どういう意味があるんだろうな、よくわからないな。はい、付箋セット1234678、9種類かな、9種類詰め合わせで900円になります。はい、こちらおなじみのバンダナですね。はい、広げると絵柄はこんな感じですね。アナ、エルサ、オラフ、そして集合と。800円、あ、100円値上がりでしたね。確かバンダナ700円だったんで、ちゃっかり100円値上がりしてます。これなんだ、エルサがいるんだけど、アナもいた。あ、ハンカチだって、面白い。スカートの形をしてんですよこれ、わかります、上アナで。で髪を取るって、普通にハンカチ売るんじゃなくてスカートの部分がハンカチになってるんだ、面白いね。で実際のハンカチはこれか、あ、これは本当のハンカチですね。へえ、面白い。で穴がこれか、はい、こちら穴ですね。で穴は、おお、これだ、あー、ヤッホーってやってる。はい、穴、エルサ揃えるとこんな感じです。これかわいいね。これハンカチ取ったら中はどうなってんだって気になるね。中取ったら生足だったらちょっとこれ笑うな、面白い。これいくらだ、
はい、こちらそれぞれ800円です。アナイルスはハンカチ800円になります。こちらクッションになります。クッション六角形してますね。2800円になります。すごいふかふか。後ろがですね、ちょっと毛がなんかもさもさもこもこして可愛い感じで、手触りすごくいいですね。すごい、わかる、毛羽だって柔らかいんですよ。ほらほらほら、フリースなんだけど、ちょっとしたね、手触り、肌触りのいいフリースになってます。結構大きいね。はい、クッション2800円です。こちらは新商品ですね。色紙だって。色紙とかグッズで出るのはこれ初めてじゃないかな。まあ季節をこう見据えた商品だよね。で、裏見ると、あ、これ900円ね。で、裏見るとね、色紙1枚と中面裏面ってなってて、折りたたみ式の色紙ですね。で、シールが2シートついてて、メッセージシールが16枚と。使い方はメッセージシールは1枚ずつ切り離せて、それぞれのシールにメッセージをこうやって書けると。お疲れ様でした、ありがとう。で、いつまでもありがとうみんなより。色紙はシールを貼ったり文字を書いたアレンジと。おお、やっぱ卒業シーズンとかお別れシーズンとかね、あるから、その季節の行事を見据えた商品展開ですね。いやー、なんか日本っぽいな。日本って感じだわ。900円ですよ。これから卒業式、終業式、お別れのシーズンですから、皆さんこれぜひ使ってみていかがでしょうか。はい、色紙900円です。こちらはボールペンセットになります。ボールペンセット1、2、3、4、5色ですね。今まではね、フリクションタイプのボールペンだったんだけど、今回これはフリクションではないっぽいですね。お値段は1700円で、インクは5色ありますね。スペンが茶色で、アナがピンク、オラフがブルーブラック、エルサがライトブルー、スノーギースがグリーンの5色です。こちらはシャープペンシルセットですね。これは3本セットでお値段が1400円ですね。3本1400円です。このチャームがついてますね。一見色鉛筆ですけども、シャープペンです、お間違いなく。はい、おなじみ角消しです。おー、クリストフがいるよ。グッズでクリストフがいるのは初めてですね。角消しです。はい、角消しは1080円になります。はい、おなじみピンバッジ、ピンバッジは1000円かな。そして缶バッジ、缶バッジも集めてる人いますよね。こちらお値段が350円になります。はい、おなじみドリームクルーザーのトミカ、今度はドリームクルーザーがローズファンタジーになってますね。で、アナリさんいます。いや、このデザインで走ったらすごいんだよ。これトミカプロモーションでさ、これ1台走らせるべきだよ。そうしたらこれ売り上げもっと絶対上がると思うよ。イベントごとにさ、モノレールみたいにさ、1台絶対あっても良くないって俺は個人的に思いますけどね。はい、こちら1000円です。出た、ナノブロック。ナノブロック、スベンとオラフだよね。見て、オラフちゃんとこれ首を取ってるんだよ。ナノブロックでよくやってんな。そしてこれスノーギースだよ。ほらほら、わかる、ほら、スノーギース、すごいね。ナノブロックでスノーギースを表現するってすごいよ。これよく許可取れたのね。すげえ、でも根性だよ、根性。スノーギースって言われなかったら分かんないもんな、これ。よくやった、すごいすごい。はい、こちら1700円になります。はい、写真立てですね。すごいね、シンデレラ城が雪の結晶を浴びてますよ。すごいね。雪の後ろに早変わりだわ。やるな、エルサ。こちら2800円ですね。周りのフレームはキラッキラしてすごいゴージャスでいいですね。これ微妙に真ん中くぼんでるのがなんか気になるな。これまっすぐでも良かったと思うんだけどな。まあいいや。こちら2800円です。メモセット800円ですね。4つで800円なんで1個200円か。
で麺も4種類でそれぞれ60枚入りになってます。まあ、さっき紹介したメモセットと対照的はね、本来こういうもんだと思うんだが、ね、こっちの方が使いやすいと思うんだけど、どうでしょうね。でもこれかわいいね。なんかこれだけインクのノリが良くて、ちょっと色が全体的に濃いですね。こちらかわいいんでおすすめです。こちらポストカード、ポストカードもラメが入ってデコデコしてすごいキラキラして豪華ですね。ポストカード200円になります。こちらはね、折り紙メモだって。でドレスやキャラクターが折れるメモセット、これにサンプルがありますね。へえ、これは初めてだな。裏見ようか。おお、すげえ書いてあるぞ。まず封入物、セット内容一覧。まずケース、ケースは俺は持ってるこのケースね、うん、でデザインこんな感じで、折り図、あ、設計図ね、プラモデルだから。でマシュマロウ、スベン、エルサのドレス、アナのドレス、オラフ、トロール、スノーギース、スベン、隠しシール。はあ、面白いな。スベン隠しシールってなんだ。あ、そうか、折った後後ろにピタッと貼るのか。へえ、スベンかわいいね。そしてマシュマロウが面白い。ケース使えるね。このケースは何だろうね、領収書入れとかフリーランスの人はいいかもしれませんね。はい、こちら850円です。あ、サンプルがあった。こんな感じ、かわいい。トロールがちょっと浮いてる感じが、まあ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 、かわいい、面白い。